はい、ダーシマ動画チャンネルです。出るだろうとは思っておりました。出るだろうとは思っておりましたよ。はい、突如発表になりました。こちらプレ版限定ヒカルナルデラックスエイムズなりきりセット、こちらのねページができていたので、飛んできました。 YouTube の方にもねなんかスペシャル動画が上がっていたので、それを見たんですけれどもいやこれだけ見たらねなんだかわからないと思うんで、詳細を見ていきたいと思います。もうまさにねエイムズなりきりセットだからね。では見ていきましょう。ダーシマエイムズが使用するプログライズキーとライズフォンが発売ということで、詳細こちら。あ、これスペシャルムービーです。これね面白かったよはい、フワイサムのシューティングウルフプログライズキーということで、はい、めちゃめちゃ、うおー言ってますが、フワイサムを超えられるかということで、イサムが使用する劇中設定同様にロックがかかっており、開かないプログライズキー。はい、そうなんです。このプログライズキーね、開かないらしいんですよ。で、上のボタン、ね、この音声のボタンを押すことによってセリフが流れたりとか、こうメキ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 って効果音が聞くことができるらしい。ヒューマギアは人を傷つける人類の敵だ、うわって、うちのシオンがよく真似してるんですけど、まあ、それでね、うおーってやるんだけど、もう絶対開かないプログライズキーらしい開かないプログライズキーだから、見てください。ここ仮面ライダー01デラックスガングシリーズとは連動しません。本商品のシューティングウルフプログライズキーは開けられませんってことは本当に開かないんだね。まあだからね、こうメキメキメキってやって上のボタンを押してセリフを聞くというアイテムですね。さあ次、刃ユアのラッシングチータープログライズキー。刃ユアのように回せるかということで、さあ見てください、こちら回転させることが可能なプログライズキーということでね、プログライズキーの後ろになんかこう指をはめるとこがついてて、そこにセットしてこうくる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 とできるというものになっているみたいですね。で、これも、音声ボタンを押すと、ユアのセリフが流れたりとか回転音が、聞くことができると。はい。で、ちなみにプログライズキーは自動では回転しません。要はくる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 っとこう自分でね手動でおっしゃって回すんだね。で、プログライズ、まあこちらもデラックスガングとは連動しませんよって書いてあります。エイムズの武装指揮権は私にある。これね、うちのあれだね、変身シーン再現するときにね出てくれればよかったのにね。はい、こっちのプログライズキーは開くのかな。まあでも連動しないからね変身はできないということですよね。はい、まあうちもね変身シーンの撮影の時はね急遽やったんで、後ろにゴム輪ゴムつけてこうくるくるくるっと回してうまく回るようになんとか努力してねやりました。あ、だからほらもういい加減なことしてって、そうなの。いい加減なことじゃない、これテープだから。もしもして、はい、2台目作ってきましたよし、頑張ってください。はい、まあ、これも連動しないということで、セリフを聞くアイテム、回すアイテムということです。はい、さらに、イサム&ユアが喋るライズフォン、エイムズライズフォンケース。はい、まあ、この二人のね、セリフが入っているみたいですね。ランダム着信、電話がかかってくるということですね。音声ボタンを押すと、二人の会話セリフを聞くことができる。私は、技術顧問のヤイバユア、そして、捜査官の上井勇だ。覚悟しろ。返答次第ではお前を連行する。なるほど。はい、でライズフォンケースもついてくると。これよくね、劇中で使われてますよね。まあ一般でも売っているものはバイクがついてるよね。な感じですよ。まあ来るだろうなとは思ってたよ。うん。来るだろうなとは思ってたけど、もういい、いいんじゃない？これいいね。うん。さあ、こんな感じですよ。皆さんどうですか？はい、ちなみにお値段、1280円。税込み。
そして、まあ、受付が本日の11時から。で、発送夏だね、7月です。2020年7月発送予定。意外と先だね。もう、7月じゃ映画か。夏映画がっていうぐらいだから。もう、ゼロワンも、もう終盤になってくる頃だよね。そんな頃か。はい。というわけでございます。ラジマ！さあ、皆さん。いかがだったでしょうか。このデラックスエイムズなりきりセット、皆さんの意見も聞かせてください。ぜひコメント欄の方でね、聞かせてください。うちは買います。はい。そのわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。